ジャパンチャンピオンシップス2021マスターリーグ本戦1回戦、左側が小田垣龍吾選手、右側がポケカシ店の石山亮太選手です。はい、実況を務めますのナップルです。はい、対戦解説ライチュメカがやってまいります。はい、バトルがスタートしました。小田垣選手がグババドレックス V、石山亮太選手が鉄砲を山確認します。今小田垣選手がね、先行最初の番でポケモン通信を使っております。まあ、小田垣選手のデッキ、今山札を見えたマホイップ V が入っているので、うん、国場バドレックス VMAX とマホイップ VMAX を一緒に使うデッキタイプかと思われます。はい、まあ、最初の番なので種ポケモンをたくさん出しておきたいというところで、うん、国場バドレックス V などが候補に上がるかと思いますが、まあ、ゲンガー&ミミキ GX とかを先行最初の番に出してエネルギーをつけとくってことも結構あって、うん、ホラーハウス GX っていう技がね、追加効果ありで使えると強いんですが、ここはデデネ GX 持ってきましたね。うん、手札がね振るわない場合とかはデデチェンジで展開していったりもするんですかね。そのままで、はい、おそらくこの番使うためデデンネ GX を持ってきたというところでしょうか。うん、ここはトップスイ一匹出ましたね。うん、風船までついたのは結構いいですね。うん、超エネルギーを後ろのバクバドレックス V に貼って、はい、デデンネ GX 特製デデチェンジで手札を6枚、はい、引きます。ポケモン入れ替えと超エネルギーをトラッシュしてますね。はい、さあ手札にそれなりに種ポケモンが来たように見えるので、うん、まあ、最初の番の動きとしてはなかなかいいところまで来てるのかなという印象です。うん、マホイップ V も早速寝てましたね。うん、まあ、このマホイップ V がマホイップ VMAX になりますと、うん、場のエネルギーを好きなだけトラッシュしてかける60ダメージ出せるということで、ここで、国場バドレックス VMAX の大外出も大きいダメージを見込めるという点が強みになってますね。うん、特性とかも含めて相性がいい2匹ですよね。はい、どうぞ。はい、石山選手が進化の号を使用しました。高校の番になりましたが、デッキはどういったものかと、うん、今山札を見える範囲で見ていくと、ニンフィア VMAX が採用されてますね。はい、ということで、まあ、ニンフィア VMAX をメインにしつつ、うん、他の連撃のカードも合わせたデッキというところでしょうか。ガルファイア V も見えたので、まあ、アクエネルギーが軸なのかなというところですね。うん、ガルファイア V 特性ジャイアント翼でエネルギーがつくので、それをエネルギー付け替えとかしてあげると、あと連撃エネルギーを含めた3つのエネルギーで大ハーモニーを使っていけるという点が強みですね。はい、じっくりとデッキをチェックします。まあ、進化の行ですからね、最初の番、うん、ちょっとすぐ進化できるわけではないんですが、対象なしという形を取っています。うん、最初のデッキチェックみたいなものも兼ねてるんですかね。そうですね、この後博士の研究やデデネ GX を使うことを考えると、うん、まあ、進化ポケモンは持ってこずにここは終わっているというところでしょうか。はい、ニーフィア V をベンチに出しました。はい、うん、ガラルファイア V も出ましたね。エネルギー入ります。はい、連撃エネルギーをニフィア V、はい、どうぞ。サポート博士の研究で手札を増やしていきます。なかなかいい立ち上がりかなと思いますね。この番に石山選手クイックボールなどでアクエネルギーをトラッシュできると非常にいいんじゃないかなというところはあります。うん、ジャイアンの翼に使っておきたいところですね。うん、あとは鉄砲が倒されてしまうリスクがあるので、ベンチに避ける、もしくは2匹目の鉄砲を用意することで次の番オクタンを展開の軸にするということを、まあ、確定させていきたいという気持ちもあるかもしれません。はい、うん、悩んでますね。ドリームギフト、はい、特製ドリームギフトを使用します。番は終わっちゃうんですけど、山札からグッズを持ってこれるということで、例えばここで進化の子を持ってきているだけでも、うん、次の番の展開がかなり強くなったり、まあ、デデネ GX やクロバット V につながるクイックボールなども選択肢になりますね。うん、クイックボール持ってきました。まあ、この番が終わるって効果もね、高校最初の番に使えばデメリットにならないという、うん、ニフィア V が強い使い方ができてますね。ただ、まあ、先ほど言ってた邪縁の翼が成功していないということ、うん、そして鉄砲が倒されてしまうリスクがあるというところが少し石山選手的に、まあ、完璧な最初の番ではなかったのかなという印象を受けますね。うん、ドリームギフトで、ね、手に加えたカードをマリーとかで流していきたい気持ちもありますよね。はい、小田垣選手はクイックボールですね、使用しました。クイックボールをトラッシュです。バトル場の国場バドレックス V に風船がついているので、うん、本当にいろいろなポケモンで展開を作れるというか、例えば先ほど紹介したゲンガー&ミミック GX を出してホラーハウス GX を使うことで相手の展開を遅らせつつ自分が育てていくということもできますし、うん、まあ、国場バドレックス VMAX の大外出自体も鉄砲を倒すぐらいのダメージならこの場に出せるかなというところがあるので、それを狙ったり、もしくはマホイップ V をマホイップ VMAX にして技飾り付けで一気にエネルギーをつけるっていうのもありかなと思いますね。うん、まあ、石山選手のデッキ的に、まあ、ホイップ VMAX が一発で突破されたりとか、まあ、黒馬バドレックス VMAX もそうですけど、なかなかすぐにはやられないと思うので、はい、
もう一部位を手札に加えます。非常に選択肢がね多く作れる番なのかなと思いますが、小田垣選手、ね、そのままで了解です。さあ今回本戦が BO3 と通称で言われている日本選手で戦っていくルールになっていて、制限時間が50分内で繰り広げるという形になってますね。はい、ボスの指令、ボスの指令でガラルファイアブイを呼び出しました。これはクババドレックスブイが、まあ、VMAX になれなかったというところで、うん、倒されることを嫌って風船で逃げつつ、しかも相手の動きが滞るようにガラルファイアブイをボスの指令で呼び出したという形でしょうか。うん、一回時間が欲しいなっていう感じですかね。はい、石山選手にとってはチャンスの番とも言えるかもしれませんね。うん、鉄砲王が場に残ってくれたのでオクタンでかなり強い展開を作っていける可能性ありますし、うん、ニーフィア V でこの番早ければ大ハーモニーでデデンデジェクスを倒しちゃうってことも狙えます。はい、クイックボールでアクエネルギーをねトラッシュできましたね。うん、こうなるとやっぱりジャイアンの翼が使っていけるので、はい、毎晩1回しかジャイアンの翼って使えないのでやっぱり大事に使っていきたいところですよね。うん、はい、デデンデジェクスを手札に加えます。こちらもね展開していける特性を持つポケモンですね。石山選手のニーフィア V はニーフィア VMAX になった時技大ハーモニーがベンチにいるタイプの数でダメージが変わってくるので、これデデンデジェクスが雷タイプの役割を果たしてくれるっていうのもなかなかいい部分ですよね。うん、一石二鳥みたいな。うん、はい、2枚した、はい、この番ね技を使っていきたいですよね。ダメージ与えたいですよね。そうですね、多分小田垣選手から次の番にニーフィア VMAX を一撃で突破してくるってことはあまり起こらないかなと思えるので、石山選手としてはもう VMAX で攻め始めちゃってもいい番なのかなという印象です。はい、バトルバージェンの翼でエネルギーがつき風船もついたということは逃げられそうですね。そうですね、手札からニーフィア V にエネルギーをつけた上で VMAX になって、うん、なりましたね。進化しました。大ハーモニーでサイドを取っていくことが狙えるような展開かなと思われます。拾っていいですか。ちょっとカードをこぼしちゃってジャッジの方にね拾っていただく形になりました。電気エネルギー2枚目、これでね技を使えそうです。うん、まあアクエネルギー持ってるのも見えたんですけど、ここはアクエネルギーをトラッシュしておくということがいい作用になるという判断ですよね。うん、ジャイム翼をね次の番も使っていきたいという。6枚デデチェンジで6枚引きます。まあ、現状このままガラルファイアブイを逃がしてもベンチのタイプ3タイプなのでちょっと足りないかなと。うん、あと1匹出したいですかね。うん、さあ合わせるんでしょうか。いや足りてるのか。足りてる3タイプだから。そうですね、90足す70で160でした。足りてました。足りてましたね。すみません失礼しました。じゃああとはまあ入れ替えて大ハーモニーを使えばデデニジ X を倒せる。そうですね、ただこれ以上の展開ももちろん作っていければ作っていきたい。うん、石山選手のデッキには他にも、まあ、今手札にもちょっと見るんですけど連撃ウラス V、VMAX などが入ってることあるんですけど、まあ、この対面だとちょっとね超タイプ弱点の連撃ウラス V、VMAX は使いづらいのかなというところで、はい、グズマンドハラでトラッシュしていきましたね。はい、連撃ウラス V とクイックボールトラッシュでスタジアム特殊エネルギーポケモンの道具を持ってこれますね。まあ、状況はかなり万全ではあるんですけど、うん、リボンバッチきましたね。連撃エネルギー雪いただきへの雪道いただきへの雪道、はい、リボンバッチはニーフィア V に VMAX につくとあの取られ技のダメージで気絶したときに取られるサイドが1枚少なくなるので、うん、まあ、HP310 の VMAX を頑張って倒してもサイド2枚しか取らせないような、うん、ちょっと意地悪いことができる強力なポケモンのグッズですね。やれゆうたん、やれゆうたん、はい、無色タイプも満たしていく、はい、まあ、この番の動きとしてはなかなかいいところまで来てるんですけど、うん、そうですね、小田垣選手、まあ、先ほども言ったんですけど開始の小田垣選手の番でニーフィア VMAX を一発突破はかなり難しいので一旦石山選手が連続で攻めていけるようなゆとりのあるペースになっているようなイメージはありますね。はい、リボンバッジがついたニーフィア VMAX がバトル場に出てきました。ハンド2枚ですか。ハンド2枚です。はい、では手札も、ね、確認していきます。何か使うか迷ってる感じに見えますね。小田垣選手前の番ボスの指令を打って終わってますから、うん、ちょっと本来カードを引くサポートを持ってれば使いたい番だったのかなと思うので、うん、あまり手札が良くないのかなというところですね。はい、大ハーモニーでデデニシックスを倒してサイド2枚。はい、小田垣選手はコクババドレックス V。ここは小田垣選手降参しました。降参、おー、はい、
というのも、まあ、このルールですね、日本を先に取った方が勝ちなんですけど、時間がやっぱり50分しかないというところで、2戦目をちゃんとできるかってところが結構重要になってます。2戦目をやるときに制限時間が2戦目の途中で切れちゃったとしましょう。その時にお互いのサイトが3枚以上だったら2戦目の勝敗がつかないってことになっちゃうんですよ。なるほど。そうなると1戦目の勝敗で全体の勝敗が決まることになるので、なるべく不利な展開になったら早めに降参して2戦目をやりきって勝てるようなチャンスを伺う、2戦目の途中で時間切れが起こらないようにしていくという判断が できるといいのかなと思うので、小田垣選手はそこにかけてきたと。1戦目はこのまま続けてもおそらく勝利は難しいので、2戦目でちゃんと時間を使えるようにして勝って3戦目に行くということを狙った形になりますね。早めの、ね、決断でしたね、はい、ということで石山選手がまず1本目勝利、まあ、石山選手にとってはゆとりのある状況ですね、もちろんここで石山選手が勝つことができれば先に2回勝った石山選手の勝利になりますので、はい、このデッキ、お二人のデッキの相性的にはどうですか？まあ、そうですね、弱点関係も大きくついているわけではないので、まあ、石山選手と小田垣選手それぞれが自分の使いたいポケモンをメインで使っていけるのかなとは思うんですけど、はい、小田垣選手の展開が早いと、まあ、ホイップ VMAX が大きなダメージを出せる見込みがあって、ちょっと石山選手のメインのポケモンを一発で倒すような展開でリードする可能性があるので、これ小田垣選手の立ち回り方次第ではここ1勝1敗までに全然持っていけるような形かと思います。2枚したい、すみません。で負けた方がね、先行と後攻を選べますので、今回小田垣選手が先行を選んでいます。はい、小田垣選手のね、コクババドレックス VMAX で場に出れば出るほど強いので、特性冥界の扉でベンチの超ポケモンに超エネルギーを手札からつけながらカード2枚引ける、これが何匹も並べば何匹もでできるということで、場にエネルギーは溜まるわ、カードは引けるわというところで、もちろんいっぱい出していきたいというところの先行、先行であればたくさん種ポケモンを置いておいたときに2回目の場には VMAX が何匹も並ぶという、はい、ということでね、試合が始まりました。小田垣選手はゲンガーとミミキ GX エネルギーもつきました。ただこれは番を返したのかな、ちょっとそうですね、左のランプがね今映りましたけど、はい、エネルギーつけるだけつけて、石山選手に番が回ってます。ここ最初の番ガラルファイア V がバトルバーでクイックボール使用してアクエネルギートラッシュ、まあ、ジャイの翼確約になってるので、これはすごいいいですよね、はい。まあ、小田垣選手は次の番サポートが使えるといいかなってところですね。先行最初の番はサポートが使えない、技が使えないというところで、ちょっとエネルギーをつけて終わるだけという展開もまあまああるんですけど、はい、2回目の番にサポートさえ使えれば結構事故にはならないような展開が作れるかなと思いますので、石山選手はもちろんここで負けないように展開していきたいところですね。というのも小田垣選手の番のゲンガー&ミミキ GX ホラーハース GX で石山選手の展開を止めてきて、その上で、まあ、ポルターガイスなどでダメージを与えてくる可能性があるので、石山選手としてはここをしっかり種ポケモンが置けるクイックボールを使えてるのはいいですね、うん、今ねしっかりアクエネルギーの枚数もチェックしていて、こういうチェックもね大事ですよね、うん、あとポルターガイスまで見据えるのであれば、手札からトレーナーズのカードをなるべく減らしておくということも視野に入れたいプレイングかなと思います。はい、なるほど。クイックボールでニーフィア V を手札に加えます。はい、じゃあストップで2枚したで、はい、まあ、この番もね技使わないにしてもドリームギフトが使えるというところがあるので、やっぱりニーフィア V の強み、はい、そういうところにもあるかなと思いますね。ニーフィア V ベンチ、まあ、いただけの雪道も持っていて、チラリと見えますね。これはコクババドレックス VMAX に対して非常に有効なカードである反面、まあ、ニーフィア V のドリームギフトが止まってしまったり、ガルファイア V も、まあ、ジャイの翼が、ね、次の番以降やっぱり使えなくなっていくとは思うので、ちょっとモロハの剣的なところありますね。ここ出すんですかね、まだ出さないか、まあ、コリンの気合を持っているのが見えるので、なるべく手札を減らした上でコリンの気合を使いたいというマインドはあるかなと思いますが、うん、さあじっくり ね考えます。いやでも大事な、ね、試合ですから、あコリンの気合を使用しました。手札は3枚ですかね、まあ、2枚引きました。はい、手札4枚あって、はいはい、2枚加えました。トレーナーズをねいっぱい使っていきたいところですが、これさっきメインポケモンの弱点相性差はないという話あったんですけど、はい、石山選手ガラルファイア V を積極的に使うことで、うん、アークタイプで
コクババドル XV MAX とかゲンガー&ミユキ GX の弱点をついてサイドを3枚取れるというところは、まあ、見逃せないポイントだったかなと今思いまして、うん、はい、ガルファイア V 大事にしておくと有利な展開が作れる可能性がありますね。うん、ジェーンの翼、はい、ジェーンの翼特性を使ってトラッシュからエネルギーをつけます。おー、トレーナーズは結構ありそうに見えますね、手札に。そうですね、ホラーハス GX で止められた上に、うん、次の番のポルターガイストでガルファイア V を失ってしまう可能性もあるという。そうなりたくないですね。そうですね、でもサポートは使ってしまっているので、うん、穴抜けの紐、これは、入れ替えることができる石山選手のみが入れ替えています。はい、ニーフィア V バトルバーです。まあガルファイア V ちょっと大事にしたいのかなってところも見えましたね。うん、エネルギーがね、まだ手札からつけることもできるんですが、つけるかちょっと迷ってるってところですかね。うん、まあ時間はありますからね、うん、ある種この2戦目石山選手としては考えても良い、うん、考えて考えて勝ちを目指すというところが狙える試合になってます。お、電撃エネルギーをつけてドリームギフト特性使います。まあここはトレーナーズを増やすということにもなるので、うん、小高選手からするとホラハス GX で止めた上でのポルターガイスト大ダメージを狙えるかなという部分ではありますが、はい、クイックボールを持ってきました。まあ、どっちにしろ倒されちゃう枚数を持ってるのであれば、そうですね、あんま関係ないと持ってくるんですかね。ここはニューフィア V を失ったことを仮定してもガラルファイア V でを返せるかなというところでしたが、コースの指令でガラルファイア V、これホラハス GX 使用です。手札が追加効果ありなので、お互いの手札が7枚になるように引いて、うん、石山選手次の番手札からカードを出して使えなくなりました。はい、石山選手に番が来ましたが、はい、場に出てるカードの効果は使えるので、例えば今トラシュにはないんですけど、うん、ジャイアンの翼だったりニーフィア V のドリームギフトを使うことはできます。はい、まあ、トレーナーズたくさんなので、さっきナラップルが言った通り、はい、まあ、どうせ倒されてしまうラインであればグッズを持ってくるというのも全然選択肢になってくる部分ですね。うん、でもガラルファイア V 倒されてしまいそうなのがちょっと辛いです ね。 そうですね、こっちを失いたくなかったなと思うので、うまいですね、小高木選手も、うん、とはいえ小高木選手展開が強くできているわけではない部分もありますが、うん、ベンチに、ね、ポケモンも出ていませんし、うん、ただホラーハウス GX でカード引けているので、ここから大きく展開できることも見込めますが、うん、ドリームギフトを使って進化、はい、進化の5を手札に加えます。うん、ガラルファイア V は、まあ、気絶するかなというところですね。はい、で小崎選手手札にマリーを持っているのが見えたんですけど、まあ、マリーはちょっと使いたくない、相手の手札が減っちゃうので。そうですね、なので小崎選手としては違うサポートでカードを引いたりすることで黒馬バドル XV などの展開をしていきたいですが、はい、ポケモン通信でここで VMAX 引けたので、はい、とりあえず種ポケモンにつながるカードが来て、よかったです、よかったですね、これは。はい、黒馬バドル XV なんですかね、持ってくるのは、まあ、デデンデジックスとかの可能性もありますけど。あ、そうですね、デデンデジックスを手札に加えます。合わさります。でもクイックボールもあったみたいですね。はい、そうですね、クイックボール、あ、手札です、すいません。はい、クイックボールでトラッシュするのが、うん、迷い中。うん、まあいらないか、うん、ポケモン入れ替えをトラッシュで種ポケモンを山札から持ってきます。まあクバパドル XV しっかり置いていきたいのかなと思うけど、ちょっと魔法イップ V で検討してますね。ちらりと見えてますね。お、魔法イップ V、はい、まあカードを引くことを考えると、うん、山札に黒馬バドル XV は複数枚あるので、うん、まあ、デデチェンジした後でも引けるだろうと、うん、逆に魔法イップ V は、ちょっと素で引いてくるのが少し難しいので、はい、という判断かもしれません。はい、はい、魔法イップ V に、超エネルギーをつけてデデネジ X デデチェンジ、手札6枚引きます。ちょっと首かしげた感じです。あ、置きましたね、黒馬バドル XV ベンチに出します。じゃあこれでポルターガイスト、はい、ポルターガイスト使用しました。さて、うん、まあ見事にトレーナーズが多かったですね。いっぱい7枚あると。でここでちゃんとね相手の手札を見ておくということも、うん、もちろんプレイヤーとしてはしておきたいところ。そうですね、はい、了解です。何もダメージマイクと、はい、たくさんの350で消えて、大ダメージでガラルファイア V が気絶、うん、サイドね小高選手が先行しました。まあ、一見して石山選手不利なんですけど、うん、ここ展開自体はできるぐらいトレーナーズのカード持ってるので、うん、ここからね
だとダイハーモニーがマックス220ダメージというところで、キング&ミミキジェクソン届かないというところがちょっと惜しい部分ですね。まだ触ります、はい、進化、はい、はい、バトルが進化してキャプチャーエネルギーをつけて効果でまた種ポケモンベンチに出すことができます。まあ、ガルファイア V2 匹目などがいれば出していきたいところですが、ちょっといなそうに見えますね。そうですね、うん、ミフィア V、はい、まだ触ります。はい、ベンチに出しました。さあ、クイックボールはたくさん持ってるというところですね、うん、2個ぐらいある、はい、うん、まだいけると。はい、デポーもベンチに出してクイックボール使用です。ドゥズマンドハラトラッシュ、はい、できるだけトレーナーのトレーナーズのカードを使っていきたいところですかね。まあそうですね、この番ポルターガイスト、この番倒せないと思うので、うん、ゲンガーのミュンキジェクソ、次の番の小田垣選手のポルターガイスト考えると、うん、まあこの後サポート使ったりデゼンジェクス使ったりする可能性あるので、うん、今の手札っていう指標で見ると、まあ強力に使えるカード、そして置きたいカードを持ってくるような形で、はい、順当にトレーナーズを使い進めているというところでしょうか。はい、やりゆうたね、ベンチに出して、はい、再びクイックボールを使用。この後何らかでカードを引き進めた後にいかにポルターガイストを警戒した体制が作れるかっていうところでしょうか、うん、まあでも310の HP をポルターガイストで突破するのはかなりハードルが高いので、石山選手は2回技を使っていくことはできるのかなっていう印象は受けますが、はい、黒トック V を手札に加えました。リボンバッジとかもね、つけておけるといいですよね。そうですね、まあリボンバッジがつくことで2ヘブマックス倒されても小田垣選手が残りサイドで2になるというところから、うん、オクターンとかヤリルターンで倒されて負けにならないっていうのがあるので、はい、もちろんつけられればつけたいところですが、デデネジックスなども選択肢にある中でここはコロトック V、うん、ボスの指令で魔法イップ V をバトル場に呼び出しました、まあ、倒せるポケモンを倒してしまうというところですかね、うん、やっぱり小田垣選手にとってはエネルギーがついた種ポケモンを取っておきたいカードなので、そこをしっかり倒すプレイング。ただまあここでコロトックベを置くことで4タイプで190ダメージで倒せるというところでしょうかね。はい、はいはい、ベンチにコロトック V、はい、特性を使って1枚手札を増やします。まあ、手札にグズマンドハラ持ってるのも見えたので、うん、この番の動きが少し小さめになったとしても、次の番グズマンドハラで手札を取らしつつカードを持ってきて、でそれを使った後のエキサイトステージとかでまだ全然カードを使っていける。はい、普通の釣り竿を使用してトラッシュからガラルファイア V を山札に戻しました。まあサイドに1枚いってるのかなという状況だったので、うん、まあ、2枚サイドで、うん、なのでここを持ってこれたのは、あ、山札戻せたのはいいですね、うん、特性サルジエヤリユタの特性を使います。1枚手札から山札に戻して1枚引く。大ハーモニー、はい、そうです、はい、大ハーモニーで魔法イップ V 気絶、サイド2枚取ります。石山選手、今の部分、はい、まあ、小田垣選手がサイドを選手しましたが、石山選手も食らいついたというところで、はい、追いつきましたね。まだ全然わからないところですよね。はい、小田垣選手はゲンガー&ミミキュ GX をバトルバ、石山選手かなり手札を少なめに保っているので、はい、うん、ちょっとポルターガイストでは相手ポケモンを気絶させる見込みがないというところですかね、うん、はい、進化の子を使ってコクババダレックス VMAX を持ってきて進化させました。これで特性冥界の扉が使えるようになりましたね。はい、あと何か、あ、そのままで、そのままで了解です。さあ、もっとねコクババダレックス V などは出していきたいところですが、うん、冥界の扉を使用してね、ここからどうでしょうね、また置いていけるといいんですけども、次にインフィア V マックスが攻撃してくることも検討できるので、うん、まあ一発受けた後、例えばゲンガー&ミユキ GX とかコクババドレックス V マックスが攻めた後に一発受けちゃうんですよね。でその次の番入れ替えた上で違うポケモンで技を使いたい、うん、と考えるとやっぱり2匹アタッカーがいるという状況は大事にしていきたいんですが、はい、手札から、コクババドレックス V マックスにエネルギーをつけました。サポートがマリーですかね、持っているのが、うん、ボスの指令なども見えますが、はい、ボスの指令で鉄砲を呼べればもしかしたらトレーナーズ2枚とかで倒せる可能性はあります。マリーを使用しましたね。まあ自分の展開も大事ですよね、黒馬バドレックス V を置いたりとか、はい、
ただ結構マホイップ V マックスがキーになる可能性あるので、マホイップ V も置いておきたいのかなというところですね。うん、霧の水晶を使用しました。山札から超タイプの種ポケモンあるいは超エネルギー持ってこれます。うん、どうしようかなって悩んでおられます。まあ後にマホイップ V を強く使いたいとなると、コクババドレックス V をたくさん置いておきたいというところがありますね。はい、ということでコクババドレックス V そのままで持ってきました。じゃあこのままポルターガイスト、はい、出して、はい、何枚かな、ポルターガイスト、さあ何枚3枚150ですね。3枚で150ダメージなりましたね。終了です。はい、うん、石山選手に番が移ります。はい、まあ、石山選手この番に例えばボスの指令とかでコクババドレックス V を倒すとこまでいけると最後でデネジェクスを倒して貸してるとこが狙えるので、倒せないタックチミジェクスに構うよりは倒せるポケモン V を倒していきたいというところでしょうかね。ボスの指令がね欲しいところですね。サルジを使用しましたね。あとはガルファイヤー V も置ければ置いておきたいんですけど、うん、まあ、デデネジェクスなどを使った場合それを置くスペースが一旦なくなるというところで、うん、博士の研究で手札トラッシュ、うん、まあ、デデネジェクス使わない判断でしたね。まあ、ボスの指令は打てていないので、あのゲンガー&リミキジェクスに構うことになると思うんですけど、うん、この場にねサイドを取るのはちょっと難しそう。オクタに進化しました。ガルファイブ引けてます、ね、引けてますね。これ自体は結構強い、うん、トラッシュにアクエネルギーもあったので、でも小田垣選手が次の番サイドを取ってくるとその次の番の小田垣選手の番で負けてしまう可能性もあるので、石山選手としてはニーフィア VMAX を下げた上で違うアタッカーで戦えるなら戦いたいんですけど、うん、うーん、そのためにはガルファイヤー V がジャイアンツ翼を使ってエネルギー付け替えまである状態でベンチのニーフィア V が VMAX になってと、結構要求するカードが多いので、ちょっと手札に、はい、電撃サーチを使用中ですね。ちょっと難しいのかなっていう印象はありますけど、はい、であればこのニーフィア VMAX は倒れることが前提になってきて、はい、了解です。やや押されているというところですかね。この場合石山選手がサイドを取れるのであればちょっと全然分かんないところであったんですが、少しずつ傾いてきてる。はい、連撃サーチで連撃エネルギーを手札に加えます。カットお願いします。はい、2枚して、はい、さあこの番どこまで次の番の準備をできるか、うん、あるいはエネルギー付け替え進化、そしてニフィア VMAX で攻めるというところまで、新しいニフィア VMAX が出るというところまで行くのか。うん、ガラルファイア V ベンチに出して特性ジャイナツバサでトラッシュから基本アクエネルギーを芯につけます。ハンドが何枚ですか。ハンド4です。手札の枚数もしっかり確認しつつ、うん、頂への雪道は張らないか。まあそうですね、次の番もジャイの翼使ったり、まあ、エキサイトステージを使っていきたいという考えもあると思うので、うん、はい、電撃エネルギーをベンチのミーフィア V につけまして、風船をコロトク V、 お、張りましたね、 したね。これはスタジアム頂けの雪道、まあ、冥界の扉をやはり止めたいというところを優先した形か、うん、まあ、石山選手、手札的に止まらないだろうという判断なのかもしれませんね。次の番にね、水の塔とかを持ってきたりとかも、はいはい、そうですね、うん、自身のデッキに水の塔が入っていれば、頂の雪道を避けれるというところは大いにありそうですね。はい、5枚マリを使用しましたね。走る、倒される、うん、なんて先も計算していくのが難しそう。まあ、ゲンガーのミミキ GX が風船などで下がれるとエネルギーなど維持したまま大ガイストで倒せる可能性があってという話なんですが、風船がつきました。ありますね。はい、霧の水晶で超タイプのポケモンあるいは超エネルギーを持ってきます。マーシャドウ、いただきの雪道を取らしすることで、うん、メカの扉を使っていくこともできるのかなという。はい、まだ触ります。はい、クイックボール、はい、
デデネ GX。 はい、クイックボールでデデネ GX を手札に加えます。はい、2枚か、2枚で、マーシャドウ置いてリセットホールで、はい、特性リセットホールでスタジアムトラッシュ強い、はい、ホイップ V もベンチに出してデデネ GX デデチェンジ、特性でカードを引きます。メーキャン扉が2回使える状況ですね。うん、2回使えたらカード6、どうしました、カード4枚引けるのか、そうですね、うん、はい、早速メーキャン扉を使用してエネルギーをつけるポケモン迷いましたが、ホイップ V につけて2枚山札を引きました。うん、もう一匹の冥界の扉も使用です。ここにつける、前に倒される、こっちで倒してどのポケモンにね、つけていくかっていうところも悩みどころですね。こっちかエネルギーが、おー、3円について6円で100、まあこれ大外出を打ちに行ってしかも倒されてしまうということまで考えたりとか、まあ、そもそもゲンガー&ミミキ GX でいくことも考えてるのかもしれないですけど、はい、エネルギーをキープしてればしてるほど、まあ、マフィップ VMAX のダメージが伸びて、石山選手が VMAX で戦ってきたとしてもそれを突破できる可能性があったりして、うん、結構場のエネルギーの数を次の場どこまでつくのかということを考えているところですね。はい、トレーニングコート出ましたね、スタジアム、はい、これがトラッシュされなければ小田垣選手は次の番1回冥界の扉が使えるというところが結構分かってくるので、うん、はい、逃げまして出てきたのがエネルギーが3つついた黒馬バドレックス VMAX、 これ大ガイスト、はい、大ガイストでニーフィア VMAX 気絶でサイド3枚取り進めました小田垣選手、はい、まあ、リーチというところまで来たところですね。石山選手は HP が高いポケモンで戦いたいんですけど、クババドレックス VMAX を倒すためには、まあ、ガルファイア V を使わなきゃいけない、うん、ガルファイア V を使った開始で、HP、190まで落ちるのかな、オーラバンで、まあ、なので巨大ホイッパー4枚トラッシュで負けてしまうことが見えていて、結構ガルファイア V では開始で倒されやすいというクイックボール使います。はい、クイックボール使用でポケモン通信トラッシュですね。なので、まあ、ボスの指令でサイドを取れるっていうのが一つ理想なのかな、はい、フィア VMAX HP が高いポケモンで攻めつつ、うん、ボスの指令でこの番ゲンガー&ミミキ GX などを倒してサイドを取る、まあ、マホイプウイを倒せばいいんですけど、はい、ベンチもねしっかり進化できていますので、いや、小田垣選手お祈りしてますねお祈りですよね、はい、そうですね、この番ボスの指令があるかないかとか、あと手札干渉されるかどうか、リセットスタンプ使えるとだいぶ強いので、西山選手がリセットスタンプがなければ多分小田垣選手は手札の兼ね合い的に勝利できるような、はい、組み立てをしてたのかなというところですね。はい、連撃ウラオス V、 そうですね、連撃ウラオス V 出したことで次の番の巨大連撃っていうのが狙えて、次の番が来た時に勝てるルートを増やせるというところですかね。はい、ジャイアンの翼でつけたエネルギーをミーフィアブイマックスにエネルギー付け替えで付け替えました。リボンバチもついてます。それバトル版のエキサイトステージで手札が4枚になるように引いたところですね。はい、さあどうでしょう、ボスの指令が使えるのが一番いいんですけど、うん、ボスの指令でもホイップ V 呼び出しました。これは強いんじゃないでしょうかね、うん、はい、ホイバトルはエネルギーは VMAX、はい、結構理想としていたところが一つ叶ったという形ですね、うん、連撃ウラス V も置けたので次の番エネルギー付け替えと連撃エネルギーでの巨大連撃でゲンガー&ミミキ GX を倒すという、うん、バトルはベンチ関係なくサイドを取り切れる可能性が出てきています。ストップで2枚したね。特性サルジエを使用して、ただ手札干渉はできないか、そうなるとあのエネルギーの数は十分なので大ガイストのダメージサイド1枚取るには申し分ない形です。ボスの指令などがあれば引けっかな、今のところはまだ手札にはボスの指令などはなさそう。メーカーの扉が2回使えるという状況下でボスの指令にたどり着くか、いただける雪道とか張りたかったですね。そうですね、この番のリセットスタンプがまず欲しかったのかなというところと、 そこにさらにいただけない気持ちがあるともっと強いみたいな。はい、クイックボール使用しました。山田からクワバトリックス V 持ってきます。はい、ポケモン通信でクワバトリックス V お願いします。はい、ポケモン通信で今持ってきたクワバトリックス V を戻してクワバトリックス VMAX を手札に加えます。霧の水晶使用です。でクワバトリックス V、
クババドレックスは予定札に引き込めます。なるべくそうですね、種ポケモンっていう札に引き込んできて、その後の冥界の扉であれば、山札が少なくなった後の冥界の扉であれば、ボスの指令に少しでもたどり着きやすいという、まあ、カードゲームにおける基本的なテクニックではありますか。はい、そのままで、そのままで、うん、ここは石山選手もちょっとお祈りですね。一回冥界の扉、はい、冥界の扉使用してエネルギーにつきます。さあ頼む、どうでしょう。進化の子、さらに圧縮、うん、山上、ああ一番上にあったみたいな、まあ、これね、圧縮するのが妥当なプレーであるので、うん、結果論的にもちろん進化の子を使わなければ、事実ベースで言うと冥界の扉とかちょっとですけど、まあ山札だいぶ少なかったので、少ないですよね、もう数えるほどしかなかったように見えますね、はい。あ、でも、でもまあまああるのかな。あ、まだでもまあまあありますね。ちょっと少なく見えたんですけど、うん、え、これ引けたらだいぶ強いところですけど、さあどうでしょう。ないないときたか、ここは。なるほど、これは石山選手は持ってますね。次の番、石山選手がボスの指令などで勝てるような体制もできていますが、さっき言ったエネルギー付け替えと連撃エネルギーによる巨大連撃で勝ち取ることも狙えます。野田選手、ここは勝ちたかった番ですが、そうですね、だ手札がたくさんあるんですかね、石山選手であれば、まあポルターガイストでもちょっとニンフィアメマックスを倒すのはさすがに現実的なラインではないかという、金の水晶、金の水晶使います。もうかなり少ない、いや多分後ろに結構何枚かあるのか、なるほどなるほど、はい、上の方をちらっと見てる感じですね、はい、山札自体はだいぶ圧縮してるんですけど、うん、手札はたくさん持っているけどもボスの指令がないという、残り13分、うん、この番に勝つのは難しそう。トラッシュのワークエネルギーを、あー了解です。あ、まだワンチャンあるか、ここはないという、うん、つまりオーラバーンを使ってこない可能性があるんですよね。そのアクタイプ弱点のクババドレックス V マックスはガルファイア V に一発で倒されてしまうリスクがあるんですが、ここはまだ可能性としては倒されないことにかけての大ガイストでしょうか。はい、風船もねつきました、バトル場に。いやでもいいダメージですね、280ときましたか、うーん、大ダメージ。さあお祈りですね、ここどうでしょう、石山選手。あ、はい、了解です。リセットスタンプしよう、君の水晶などをだいぶ使った、うん、あとではあるので、はい、ベンチね、進化しましたね、連撃ウロスブイマックス、連撃サーチを使用しました。山札から連撃のカードを持ってこれます。どうでしょう、面白いですね、うん、ニーフィア V ですね、持ってきました。じゃ付け替えか、はい、何か、はい、リセットスタンプの、ね、処理を、あ、じゃあそのままで、ね、サイド1枚分、小田選手が手札になって、うん、シャマ選手はそう、あ、電撃に引く、はい、博士の研究使用しました。手札山札から7枚引きます。それ引けそうだな、うん、はい、まあ、連撃エネルギーはつけてないので、この番オーラ番を使うことを視野に入れての博士の研究で、はい、エネルギー取らしできてたので、ジャイアンの翼を使いまして、使いまして、バトルワと入れ替えまして、エネルギーね3つついてて、オーラバーン使いました。弱点で気絶で石山選手サイト取り切りました、勝利です。うん、この日本選手の戦い、うん、先に2勝した石山選手勝利となりました。いやーでもどっちが勝つかわからない熱い戦いでしたね。小田垣選手は最後の番ボスの指令などが勝ちになっていて、はい、石山選手はそこで作られたチャンスの番でしっかりと、うん、ガルファイア V で返すというねプレーで勝利しました。はい、